さてやっていきましょうか。いよいよ最終ステージ、動画としても私の担当する回としては最後ですか。第5話と6話でも触れたかと思いますが、栃木に存在する峠で、上り下りがそれぞれ一方通行という珍しい構造です。前に走ったのは上り専用の第2色派坂、このマップで有したの路線でしたね。それで今回より攻略するのは下り専用の第1色派坂、現実では一方通行ですがゲームの使用上第2と同じく逆走も走ることとなります。上空マップで見てもすぐわかるほど唯一無二のレイアウトというか形状というか、400馬力を超えてくるようなハイパワーな車でも旋回時は一速がメイン、ストップ&ゴーをひたすらに繰り返します。最終ステージながら速度域は最低クラスかも、その分1、2速の加速でもたつく車だと厳しくなってくるわけですけど、ギア比を低速に振るとか、セッティング変更でいくらか対抗はできるのでしょうが、普通に素の性能のいい車を持ち込むべきでしょうね。それで今回より最終ステージ。ということで、この第1色派の攻略に関しては少し違ったやり方でいこうかなと思います。まず使用するのはこちら、マイナーチェンジ後の NSXR。ボルトオンターボの設定が存在しない街道1では少し不遇な気もしますね。コスパはお世辞にもいいとは言えないでしょう。峠の伝説では化けるんですけどね。それでこの NSX ですが、プライズカーの使用できない賭けの必要なライバルの討伐に使います。つまりエリアスラッシャーだけプライズカーで叩きのめすってことですね。簡潔に言えばそうですけど。そして対スラッシャーは容赦なく不実ボエボを投入します。相手に見せ場を作る気が全くないのは伝わりました。スペックをご覧になれば強力なのが一目瞭然ですね。車体も軽く低速からの加速は抜群です。というわけで最終ステージはこの2台で、行ってみましょう。第1色派坂上り、ライバルリストはこちら。一見してすぐわかると思います。最終ステージはライバル数もかなり少ないです。それゆえに難易度ももちろん上がっています。コースの特性上絶対に相手を前に出さないように心がけましょう。MCR、首都高シリーズでおなじみの同社が制作した GTR、スペックは最強クラスなので入手して投入するのもいいのかも。MMC オーツ、鉱物は GTO 風コーヒーとのこと、すっごいに残りそう。モアならに、六甲で登場したスタリオンはここで入手可能となります。正直今更感は否めない。コーナースタイラス、こちらも強力なライバルですが、現地特有の重量級 FR レイブンの影響でそこまで脅威にはならないと思います。レッドホット R34、攻略本では5色なのかレッドホットの通り名となっています。白木魔王、さっきのスタリオンとこのスープラまでは全てトリッカー、つまりチームを除くとボスの登場要件は最初の2台だけだったりします。4WD マシン2台によるエグジビット、正直語ることないです。ごめんなさい。街道のフリーウェイを目指すパワーインナンバーズ、向こうが大所帯だっただけにこっちは少し寂しい、メンバー2人だけって。アンプレイヤブルカー2台によるチーム、ヘビーマンモス、これほど車両とチーム名が合致してるところも稀有な気が。峠ナッツ、なぜか VTEC 等の3と4だけ在籍しています。どうせなら1と2も揃えてトトを組めよと。というところで残すはスラッシャーのみとなりました。ここのボスはシリーズファンなら絶対に知っているあの人、行ってみましょう。第1色派坂上りのボスは人帝、かつて首都高で最速の座に君臨していたドライバー。ゼロの主人公に敗れ、その後姿を消し、ゼロワンにて再び戻ってくるわけですが、その間に峠の世界に来ていたんですね。そしてさらに数年後、13デビルスを率いて峠へ再び乗り込んでくることになるわけですが。
ングランでフェルスタッペンした陣形さんを倒していきます。死ぬほどわかりにくい例えですね。スタートこそ少し競りましたが、アウト側より強引にオーバーテイクしました。あとは富士ツボエボの性能に任せて逃げます。 1,2 速の加速は非常に優秀で、まさにイロハ専用機って言っても過言じゃないです。ここまで R が強いとアンダー傾向の車は本当に辛い。前にお話しした後輪駆動の巻き込みのひどさがここでは逆にメリットとなり得るわけです。富士ツボエボはアンダーもオーバーでもない割とスタンダードな挙動ですね。何より 1.2 トンを切る車重と400馬力を超えるパワーと四駆が生む爆発的な加速力が選んだ理由でしょうか。そして真面目な話をしてたら陣形が見えなくなりましたね。なんとなくですがコースの形状と AI が噛み合ってないような、だからコーナーごとに詰まってるんでしょうかね。富士ツボエボやっぱり強力ですね。こんなことしたから数年後トトを組んで攻めてきたんじゃ。なんかライバル数自体が少なかったこともあって全体的に歯応えがなかったですね。上り返ってコース紹介が入るので8分は超えてきていたのですが、今現在でやっと6分を超えたところ、さすがにもう少しオープニングトークを引っ張るべきだったかな。いやまあこんな軽さでいいんじゃないです。次回最終回ですし、その前座として父のライバルが登場って展開も悪くなかったと思いますよ。というわけで次回、街道バトル1、完結します。最後までお付き合いいただければ幸いです。